使用する前に水をはじくクリームを顔周りや耳、腕などにつけましょう。櫛で溶かして髪の絡まりを取り除き、髪を上下に分けてブロッキングします。箱の裏側のミシン目に沿って穴を開けておきましょう。安全キャップが閉まっていることを確認し、荷材キャップを開けます。荷材の容器に一材を全量加え、荷材キャップを閉めます。振り下ろすように30回以上大きく強く振り、しっかり混ぜます。手袋をはめてずれないように輪ゴムで留めます。安全キャップを外し、ボトルを逆さに置いて使用します。目安としてセミロングヘアで全量使用します。ブロッキングした下から順に1、2、3で塗ります。混合液を手に出し、根元から毛先にかけて手ぐしを通すようにたっぷり塗り広げます。塗り残しやすい耳の後ろ、襟足は髪を持ち上げてしっかりと塗ります。髪を下ろして頭の後ろ、トップ、サイドに塗っていきます。ノズルから直接塗ることもできます。ノズルの先端で分け目を変えながら塗ると簡単に塗れます。根元から毛先までたっぷりと塗りましょう。前髪、顔周りは少量ずつ手に出して塗ってください。髪の内側を揉み込んで髪全体に均一になじませます。指が髪にしっかり入るように最後に手ぐし、または目の洗い櫛を通して髪全体になじませます。髪全体を混合液でたっぷり包みましょう。塗り忘れている場合は混合液を付け足してなじませてください。混合液が顔周りや耳、襟足、腕などについている場合はコットンなどで拭き取ってください。約30分放置します。使用前の髪色が暗めの方、硬い髪、太い髪などの方は染まりにくいので、5分ほど長めに放置することをおすすめします。混合液が目に入らないように髪をすすいでください。よく洗い流し、シャンプーはいつもより丁寧に2回してください。テンプのアフターカラートリートメントを1回分使用します。タオルドライ後、テンプのリペアトリートメントミルクを1回分なじませ、ドライヤーでよく乾かします。2回目のトリートメントは残り1回分をそれぞれ2、3日後に使用することをおすすめします。